富澤和美は日本のフットサル選手、群馬県中野城町出身、中野城中学校、中野城高等学校卒業、日本サッカー協会技術部所属。フットサル、日本選抜選手として国内の最高法一に属した後に普及の道に進み指導者となる。選手時代には日本国内の主要の全国大会のタイトルを、 一通り所属クラブを移りながら獲得。指導者転校後もエリートプログラムを受けるほどの活躍を見せ日本代表スタッフにも帯同した。指導者をしながら2014年にフットゴルフにも存在感を放ち出す。2015年には日本初となる日本代表の一員になり、その年の国内チャンピオンとなる。翌年のワールドカップにも日本代表として出場し、日本人最高位で、 ワールドカップを終え、その年2016年の年間チャンピオン、続き2017年、2018年と4年、連続国内チャンピオン。国際五大メジャー大会にてニーティーとなる偉業も達成。小学5年よりサッカーを始め、中学時代の陸上を挟み高校で再びサッカーをプレーする。この頃から、フットサルもプレーを始め、高校卒業と同時に、本格的にサッカーから、 フットサルプレイヤーとして転校する。関東、東海のチームを渡り歩き全日本選手権、地域チャンピオンズリーグなどタイトルを多数獲得するなど、恵まれたフットサルの選手生活を送る。2003年よりサッカー及びフットサルの指導者としての活動を始め現在のフットサル指導者に至る。2004年から選手での国内タイトルを獲得したのを、機に、 形上引退し国内へのフットサル普及活動に没頭する。2014年よりフットゴルフに出会い、フットゴルフの普及に意欲を明かし、プレーを続ける最中、国内初の日本代表選手に選考され、移行日本代表選手として及び日本チャンピオンに位置づけている。2016年には群馬県のゴルフ場に初のフットゴルフコースの誘致に成功し、 普及を進めている。二0十五キャピタルカップ二0十六ワールドカップ二0十六アジアカップ二0十六パシフィックトロフィー二0十七 u s プロアマジャパンオープン通算七少年間チャンピオン富士の森カップ優勝年間チャンピオン軽井沢シールズカップ優勝関西カップ優勝シールズチームチャレンジ優勝高橋陽一カップ優勝二0十七チームチャレンジ員 軽井沢ジャパンツアーランキング1位、世界6大メジャー大会、フィフグワールドツアージャパンフットガルフインターナショナル、オープン2017、日本人最高位10位、入賞2018ジャパンツアーランキング1位、世界6大メジャー大会、フィフグワールドツアージャパンフットガルフインターナショナル、オープン2018、日本人最高位2位入賞。ありがとうございます。